はい、それでは、2連覇を達成いたしました桃本選手の会見を始めます。まず初めにですね、今大会振り返って、コメントをお願いいたします。こんにちは、NTT 東日本の桃本健太です。今大会を振り返って、もうこの大会は、もう本当に取りたいっていうのを最初から言っていて、準備もしっかりしてきたので、1回戦から決勝まで自分のペースというか自分らしく、プレーできたかなと思います。はい、それでは、今後の、目標をお願いいたします。今後の目標は、次秋田で SJ リーグ、日本ユニシス戦があるので、そこに出るかわからないですけど、出るときはチームに貢献できるように、頑張りたいなと思います。はい、それでは皆さんから質問を受けたいと思いますので、ご質問ある方は挙手の上、媒体名、お名前、ご質問の方をお願いいたします。はい、では、前列、はい、スポーツ報知の細野です。こんにちは。第2ゲームの、最後の1点になった前に、へい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 とおっしゃったと思うんですけれども、どんな意味合いが込められていたのかというのをちょっと教えていただけますでしょうか。いや、特に意味はないんですけど、ラスト1点になるとちょっと勝ちを意識して、決め急いでしまう傾向が自分にはあるので、そこを抑えるために、相手も長いラリーを嫌がっているのが見えたので、自分を鼓舞する意味で、鼓舞する意味というか特に意味はないんですけど、はい、自然と出ました。はい、他ご質問ある方。はい、では前列の方。読売新聞の田中です。先ほど相手の西本選手が今日はシャトルが飛ばない印象だったという話をしていました。桃本選手どのように感じられたかということと、それによってその試合の展開、どういうふうに変えようかなというような判断にこうなんか影響した部分でありましたでしょうか。そうですね、最初の試合前の基礎打ちの時点で着射飛ばないなっていうのを感じて、でも飛ぶにしても飛ばないにしても、もう相手が疲れているっていうのはもう分かってたので、飛ばない方がラリーが長くなるので、しっかり我慢しながら、プレーしていこうと、はっきり、思って、試合に取り組めたかなと思います。はい、では、また前列の、はい、真ん中の方お願いいたします。すみません、朝日新聞の照屋と申します。お疲れ様です。大会前から、その会場を驚かせるようなプレーだったり、お客さんを楽しませるようなプレーをしたいというふうにおっしゃってたんですけど、そのプレーが、できたかどうかという手応えと、あと今大会の全試合ストレート勝ちだと思うんですが、その相手を寄せつけずに勝てたというようなこう手応えみたいなのがあれば教えてください。最初何でしたっけ。観客を楽しませた。そうですね、楽しませたいっていう気持ちはすごいあって、その理由は、日本でする試合する機会があんまりないので、会場に足を運んでくれたお客さんには、楽しんでもらいたいなっていう気持ちがあって、楽しませられたかどうかは分からないですけど、自分の持っているものは全部出し切れたかなと思います。あと全て 2-0 で勝てたっていうのは、どういう環境であってもしっかり対応して自分のプレーをするっていうところを、そういうところが、しっかり実行できた。やっぱり決勝戦になって、去年は、1ゲーム取って2ゲーム決め急いでから相手のペースになって2ゲーム取られてしまって、ファイナル、苦しんだっていう印象があったので、今年はそういう場面もなく、冷静に状況を判断しながら、プレーをできたかなと思います。はい、では、一番後ろの、はい、NHK の北島です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。去年試合を見させてもらって、今回非常に攻撃的な戦い方にこう変わったように感じるんですけども、今回の優勝で、
2020年に向けてこうなんていうんですかね、こう身になったこと、またどんな風にまた戦い方を変えてとか、なんかそんな思いを少し聞かせていただけますでしょうか。はい、そうですね、去年は、ディフェンス主体で長いラリーで我慢して相手のミスを誘うっていう、プレーだったんですけど、そのプレーを続けていくうちに、世界の、トップランカー戦った時に、守りきれない場面が出てきてしまって、今年は、スピードを上げて攻撃的なところでも点数を取れるようにっていうのをテーマに取り組んできて、この大会でしっかり自分の攻撃力が上がってるなっていうのも実感することができましたし、2020年に向けて、今回の優勝は、本当に自信になりました。日本中が期待していると思いますので頑張ってください。応援します。ありがとうございます。はい、では、その前の、はい、女性の方。日経新聞の堀部です。おめでとうございます。今大会ずっとお話を伺ってて、ツアー中ですけれど、この全日本の重みをすごい感じながら試合されてたように見えたんですけれども、自分の中でどういうテーマを課して改めてこの大会に臨んできたかということを教えてください。そうですね、やっぱり、ツアー大会は、1年間に何大会もあるので、なんだろうな、テーマを掲げながら、試合に取り組むことができるんですけど、この大会は本当に1年に1回しかないですし、本当に取りたいタイトルなので、安易なミスはできないですし、一つのミスが、隙を見せてしまうので、そういった緊張感の中でもしっかり高い精度で、ラリーをつなげる、攻めるっていうのをはしっかり、実行できたと思いますし、普段お世話になっている、監督だったりコーチの方がベンチに入ってくれて、いつも一緒に生活している、チームメイトが近くで応援してくれて、同じ職場の方が応援しに来てくださって、そういう人たちの前で、実際に、プレーでしか、自分は返すことはできないので、そういう責任も、この大会では、しっかり、恩返しをしようと思って、プレーしてました。はい、他いかがでしょうか。では前列の女性の方。すいません、東京の平野ですけど、去年の優勝と今年の優勝ですが、なんかこう実感として違いっていうのはあるんですか。そうですね、去年は世界ランキング1位になって、正直気持ちがふわふわしていたというか、なんだろうな、このままじゃこんな世界ランキング1位でいいのかなっていう、気持ちのどこかで、弱い部分があったんですけど、今年は年間ツアー10大会優勝することができましたし、自分の目指している世界ランキング1位にはまだまだ遠いんですけど、しっかり自信を持って、今大会は、2連覇を狙って、試合に挑むことができましたし、コートの中でも、それを、その自信が相手のプレッシャーになったと思いますし、この全日本の2連覇っていうのは、すごい自信になりました。あと1つ2つお聞きしたいと、一番後ろの、はい、方お願いします。NHK の酒井です。連覇おめでとうございました。2つ聞かせてください。まず1つはですね、今日も会場は、満員でした。で、独特の緊張感を感じる大会だというふうにおっしゃってましたけれども、この緊張感は、最後まであったのかどうか、それで跳ねのけたいと言ってましたけれども、跳ねのけで自分らしくできたのかどうかというところを1つ、それからですね、これで日本のエースとしてまた、世界に打って出ていけるわけですけれども、それに向けての意気込みであったりとか手応え、自信なんかについてご教えてください。会場がいっぱいいたけれども、はい、そうですね、緊張感あったかどうか、はい、すごい、入場したときは
緊張感があって、まあ、試合前の基礎打ちはすごいちょっと足が震えるぐらい緊張していて、やっぱりちょっとあの静かな雰囲気の中で、大勢の観客に見られるっていうのはすごく緊張しますし、すごく勝ちたい分緊張してたので、まあ、でも独特の緊張感の中で、なんかしっかり足が地についてないような状態の中でも、自分のプレーはしっかりすることができましたし、そこは去年と違って成長できた部分だと思います。で、まあ、この大会また勝つことができたので、世界に出た時に日本のエースとして、自信を持って、プレーできると思うので、これからも、サポートしてくれる周りの方々に、結果で恩返しできるように、自信を持って、プレーしたいなと思います。ありがとうございました、はい、では最後の質問もしあれば、はい、では後ろの方。あ、 TBS 花村です。優勝おめでとうございます。一つ少し質問が似てしまうかもしれませんが、今大会、会場のお客さんを沸かせたいという話もされていました。それからすごく緊張されたという話もされていました。でも決勝非常にこう高い質の高いプレーの応酬で、その度に お客さんも湧いていたと思いますし、いろんな会場に来ている方が楽しめたと思うんですけれども、試合の中で、まあ、緊張もありながらご自身はこう楽しんでこうプレーできていたのか、また改めてこう試合を全部終えてみて、こう大会楽しかったなというか、そういうこう自分の中でのワクワクであったり楽しいという思いはどのぐらいあったんでしょうか。そうですね、1回戦から、自分が入場した時に、たくさんの方が、声をかけてくださいましたし、決勝戦も、まあ、きつい場面も、あったんですけど、本当にいろんな方に応援してもらって、1回戦から、決勝戦まで、自分らしく、楽しみながら、プレーできたかなと思います。はい、はい、以上で桃田選手の会見を終わりとさせていただきます。ありがとうございました。